ハニューショートトラックでも一流意識高い系の仕草とは、フィギュアスケート界のスーパースター、ハニューが、自身の新たな挑戦でショートトラック競技に参加し、その一瞬がファンによって、意識高い系として注目されています。本記事では、ハニューのショートトラック挑戦と、その中で見せた特別な瞬間に焦点を当て、その背後にある意義について探求します。フィギュアスケートの王者、 ハニュー・ユズル。弦は、フィギュアスケートの世界で数多くのタイトルを獲得し、日本中で絶大な人気を誇る選手です。その魅力は、優雅な演技、技術の高さ、そして競技への情熱にあると言えるでしょう。しかし、彼は常に新しいことに挑戦し、その柔軟性と向上心が彼の成功の秘訣の一部でもあります。ショートトラックへの挑戦。2018年2月22日。 羽生結弦は仲間たちと共にショートトラックの練習に臨みました。この試みは、エキシビションに向けての備えで、和気あいあいとした雰囲気で行われました。羽生結弦と共にトレーニングを行った仲間には、宇野昌磨、金広陽、ネヒロボーヤンジン、ミーシャジーなどがおり、フィギュアスケートとは異なる競技に挑戦する様子はファンにとって楽しい驚きでした。特別な瞬間、練習の中で、 ハニュ弦ユズルはショートトラック競技での走りを見せました。5人でのスタートとなり、ハニュ弦ユズルは最初からトップを独走しました。彼は器用なコーナリングを見せつけましたが、ゴール前のカーブで転倒してしまいます。しかし、この転倒から彼の姿勢が特別なものに変わりました。転倒後、他の3人が悠々とゴールに向かう中、ハニュ弦ユズルは起き上がり、レースを再開しました。彼はかなりの遅れを取りましたが、 ゴールに向かう瞬間にファンによって注目される特別な仕草を見せたのです。それは、右足を前方に出す仕草でした。ショートトラックやスピードスケートでは、選手のスケート靴がゴールラインを通過した瞬間にタイムが計測されます。そのため、選手たちは最後に足先を前に出してタイムを縮めようとします。羽生結弦は、フィギュアスケート選手でありながら、そのような本職の選手のような仕草を見せたことで、 ファンたちは彼の意識の高さに驚きました。ファンの反応。SNS 上では、羽生結弦のショートトラックでの特別な仕草に対するファンの反応が多数寄せられました。ツイッター上には以下のような投稿が相次ぎました。ハブ君、ゴールの時足をショートトラックの人みたいにしてる。細かい W。ゴールの仕方もちゃんと真似しててくさ。最後にちゃんと右足出してるところが意識高い系で笑える W。 これらの投稿からわかるように、羽生譲るのファンたちがその瞬間に笑顔を見せ、彼の挑戦心とフットワークの軽さに感心しています。負傷についての声。一方で、羽生譲るが派手に転んだことから、彼の足の状態に心配の声も上がりました。彼は右足を負傷していた中でレースを再開し、その度胸に敬意を表す声も多く聞かれました。ファンたちは彼の健康と安全を心配し、 その情熱に感銘を受けたことを示しています。波ユズルのショートトラック挑戦とその中で見せた特別な瞬間は彼の意識高い競技心と柔軟性を象徴するものでした。彼がフィギュアスケートの一流選手であることは広く知られていますが、その競技以外でも新たな可能性を追求する彼の姿勢は多くのファンに勇気と感動を与えました。また、負傷を抱えながらも再び立ち上がり、 競技に挑戦する彼の精神力には深い敬意が表されています。羽生結弦は単なる競技者ではなく、その人柄や挑戦心を通じて多くの人々に感動を与え続けています。彼の未来の挑戦にも期待が高まりますし、彼のファンは彼の成功を心から応援し続けることでしょう。ここ